はいどうも、走れ大井チャンネルです。皆さんお久しぶりです。2日ぶりの動画ですかね。この2日間動画投稿できなくて、代わりのゴリスポに任せたんですけど、ゴリスポに、金曜日ですね、作ってもらって、そのまま動画を投稿してもらったんですよ。で、ゴリスポから LINE が来まして、完成しましたみたいな感じが来て、でもちょっと仕事してたんで動画見れなかったんですよね。で、外野守備のことをやってくれと頼んだんで、やってもらって、で、できたということで、帰ってから見ようかなと思って、今ちょうどもう6時半なんですけど、動画アップされたんですけど、さっきちょっと動画を見ました。で、10分前ぐらいだったんで、あんま編集は効かないんですよね、そこまで行っちゃうと。ちょっと見たら、ちょっとオープニングが前のじゃねえかみたいな、ちょっと結構前のオープニングを使ってて、なんかゴリスポあれを気に入ってるらしくて、いいかなと思いました。2日間ゴリスポありがとうございました。はい、というわけで今日はですね、久々の投稿なんですけど、2日間しか空いてないですけど、今日はですね、ちょっとスポーツデポさんに行って商品を買ってきました。本日は3つ買ってきましたね。で、野球用品ではないんですけど、スポーツ用品ということで動画を紹介していきます。まず最初はこれは本当に欲しかったので買ったんですけど、こちらの安くなってたクロックスを買いました。定価が4280円のものなんですけど、なんかモデルが古いか知らないですけど、1999円ですかね。だいぶ安くなってたので買いました。多分なんかクロックスもこのランクがあるか分かんないんですけど、多分そんなに良くないと思います。普通のクロックスですかね。サイズは27なんですけど、あんまり派手じゃなくて結構シンプルなやつを買いました。これは特に紹介することないんで次いきますね。はい、次はですね、こちらです。こちらのプロテインですね。 DNS さんが出しているプロテインホエイ100を買いました。で、1ヶ月ちょっと前にストロベリーのプロテインを買いました。全く同じやつですね。あれバナナでしたっけ、ちょっと忘れたんですけど買ったんですよ。で、ちょうど1ヶ月ちょっと冬だったんでウエイトも結構やってたんで、週に2回くらい飲んでました。で、これが一番安い1900円くらいの量が 350g のやつです。で、今回はちょっとね違う味ということでレモン風味、結構多分去年に出たやつだと思うんですけど、まだ新しい味なんですよ。で、ちょっといろんな人から飲んだっていう感想は聞いたんですけど、自分自身がまだ飲んでなくて、ちょっとレモン飲んでみようかなと思って買いました。で、DNS さんのプロテイン、どっちかっていうと味が濃い感じがするんですけど、レモンで濃いの作れるのかなとか、ちょっと聞いた話はちょっと苦いですよって話も聞いたんですけど、ちょっとね、これをまた後日、っていうかこの動画の最後にちょっと飲んだ時の感想を言おうと思います。最後はですね、ウェアになります。これから半袖着ることが多くなると思うんで、アンダーアーマーさんの、自分の好きな緑のこの T シャツを買いました。サイズはちょっとアンダーアーマーさんちょっと大きく作られてるんで S サイズですね。 S サイズのものを買いました。お値段が4320円。でかなり生地もいいのを使ってまして、このなんていうんですかね、サラサラの感じの、夏に着ると涼しいかなっていうのを使ってます。ポイントはここだけですね。ここのマークだけ左胸に入ってます。シンプルなんですけど、ジムとかでウェイトするときとか、あとは練習中とかランニングとかトレーニングで着ようかなと思います。新しいタイプのやつですね。このスレッドボーンという、名前なんですけど、はい、こんな感じで。ヒートギアの生地は汗を素早く吸収し、外部に発散するため、体をクールでドライに保てると書いてありますね。こちらいろいろ種類あったんですけど、色が良かったのと、あとは夏なんでそろそろ半袖も使いますよね。で、去年に比べて少し体も大きくなったりして、サイズも変わっているので、新しいのを買いました。これから動画でいろいろ着てると思うんですけど、自分は緑が好きだっていうのが一番大きかったですね。あと本当は一番良かったのはアディダスさんで探したんですけど、ちょっと見つからなくて、とりあえずアンダーアーマーさんを買いました。というわけで、これから着ていこうと思うので動画ではよく使うと思います。はい、というわけでですね、今日はスポーツデポさんで購入した商品3つを紹介しました。野球用品じゃないんですけど、クロックスとプロテインとアンダーアーマーのウェアですね。この3つを買いました。最近結構ですね、商品紹介が多くてちょっと野球の動画を上げられてないんですけど、向こう図で対戦した高額戦の動画今編集してますので、だいぶ長いんですけど短くカットしてやってます。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。はい、というわけで今ちょっとトレーニング終わったんですけど、さっき紹介したこちらの、レモン味のプロテインちょっと飲んでみますね。スプーンが入ってるんで、これで1杯で1回です。 200g 入れてください、水を。で、匂いはちょっと強いレモンです。じゃあいただきます。はい、今飲み終わったんですけど、やっぱり噂に聞いた通り少し苦いと思いました。でも嫌な苦みじゃなくて、飲めないわけじゃなくてちょっと苦い感じでしたね。でも普通に美味しいんでぜひ飲んでみてください。はい、というわけでレビューでした。ありがとうございました。とどまることを知らない。
ャンネル登録お願いします。